叱られる。もっと聞いてんじゃねえよ。電話で参加していただくクイズコーナー、あこちゃんに叱られる。見事正解されると賞金1万円に加えて、今週はサンドイッチマンさんからの献上品、ホタテのお箸を差し上げます。はい、ありがとうございます。サンドイッチマンさん、お答えいただく方は今日ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた方です。まずはこちらから電話をかけます。はい、5回コールになり出てください。今日は出てほしいな。もしもし。もしもし。あこちゃんです。こんにちは。千葉県習志野市のラジオネーム海の女さん。はい、そうです。はい、はい、チャンスです。チャンスです。落ち着いて問題よく聞いてくださいね。はい、はい、それでは問題です。この番組はある意味あこさんのブログですから、他の番組では聞けない見られないあこさんのプライベートな一面がよく出てきます。はい、さて今日の放送では、はい、使わなくなったあるものの処分についておっしゃったところ、本当にたくさんの皆さんからメールやファックスをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。その使わなくなったあるものとはズバリ何でしょうか。はい、1番サンドバッグ、2番ヌンチャク、3番包丁、4番ペッパーくん。さあ、はい、あ、懐かしい。海の女さん、今の問題の答えは何番？3番の包丁です。はい、正解です。ありがとうございます。今日はずっと聞いていてくださいました。ずっと聞いてました。そうですか、ありがとうございます。なんかね、はい、あ、1万円と、はい、あとサンドイッチマンからもらったホタテの貝柱からできたホタテ割り箸もお送りします。はい、ありがとうございます。なんかこれはめったにないからね。ナイス。洗って使えるって書いてありますから有効に使ってください。はい、わかりました。なんかやっぱこうやって当たってくれると嬉しい。嬉しいです。なんか千葉は今日はなんか雨が降ったり止んだりなんですって。そうですね、今は晴れてきました。あ、今晴れてきました。そうか。あ、でもなんかね、もう温度とか変わりやすいですから体調には気をつけて。ありがとうございます。はい、おめでとうございました。おめでとうございます。楽しみに待っててください。はい、はい、はい、ありがとうございました。ということで正解は3番の包丁でした。はい。